今年は字を丁寧に書くから手にしました。手。因为今年想要努力写出端正的字，所以选择了手这个字。虫。虫が大好きだからです。虫。因为我很喜欢昆虫。足。サッカーに頑張ります。足。我要努力精进足球的技术。読む。たくさんの本を読む。常に先を読む。人の心を読む。この三つを務めます。读。饱读诗书，洞察先机，了解人心。我以这三点为目标努力着。トミ。今年の目標は富士山に登ることですから、トミという字を書きました。心身とも豊かになる自分を期待します。富。因为今年的目标是登上富士山，所以写了富这个字，期许自己在身心灵方面都能变得富足。思う。文字や言葉を用いて相手に思いを伝えることの大切さや、自分の思想を他人に流されず、しっかり持ちたい。想。利用文字或话语向对方传达想法，和他人交流自己的思想，期许自己能拥有这样重要的能力。測る。今年こそ何事でも計画を立てて取り組みたいから。计，这在今年，我什么事都要好好立定计划了，确实达成。海，私が海を選んだ理由は、自分の名前にも入っているから、大切にしていきたいし、海のような広い心にしていきたいです。海，我选择海的理由是因为我的名字里面也有海这个字，想要好好珍惜这个名字。也想要拥有像海洋一样宽广的心。You 空手の試合で連続で優勝したいからです。You 因为我想要在空手道比赛上卫冕。親私は親を大切にし、親に向かって頑張りたいから親にしました。亲我很崇拜我的父母，我想以他们为榜样，好好加油，所以选择了"亲"这个字。